皆さんこんにちは。本日も Google 社員による Google ポリシーオフィスアワーの時間となりました。本日お届けするのは私アンナと、私カナヤのいつも通りこの2人で、お届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、まず Google からのお願いです。本オフィスアワーではハッシュタグ Google ポリシーオフィスアワーを使用しております。このオフィスアワーで扱うトピックとしては2つ、1つ目が検索に関わるもの、そして2つ目がパブリッシャーポリシーに関わるもの、この2点を主に取り扱っております。そしてですね、質問についてのご意見ご感想がある方はぜひ上記のハッシュタグ Google ポリシーオフィスアワーをつけて SNS に投稿してください。ご紹介した記事のリンクなどは、本動画の概要欄に後ほど掲載する予定です。またですね、我々の励みになりますので、もしこのチャンネル気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではもう今日は早速ですね、質問の方に移っていけたらなと思っております。はい、はい、今回もですね、検索パートのみになっております。では早速1問目に移ってまいりましょう。はい、はい、別のホームページがインデント表示される件に関するご質問をいただいております。弊社は取引先に独自ドメイン、サブドメイン、ディレクトリードメインの形式でホームページサービスを提供しております。インデント形式の検索結果が導入されて以降、サブドメイン同士やサブドメインとディレクトリドメインといった組み合わせでインデント表示されているものが多数確認されていますが、全く別のお客様のホームページ同士がインデント表示される形になって困っています。あくまでサイトの単位としては別のものなので、インデント表示は避けたいのですが、これは記者により改善されることを期待できるものなのでしょうか。それとも独自ドメインを利用するなど、こちら側で対応するしかないことでしょうか、とのことです。こちらいかがでしょうか。はい、そうですね。こちらに関しましてはですね、そうですね。フィードバックをありがとうございますと。で、今僕の方で言えることとしては、こちら担当チームに報告しておきたいなと思いますので、しておきます。ただ、やっぱりちょっとそうですね、サブドメインは、あれですけども、やっぱりサブディレクトリーなどの場合っていうのは、やっぱり一つの独立したサイトとして見られないことがあるっていうのは、ちょっと、見られないことがあるというか、やっぱりそういう判断が、やっぱり自動で行われている以上、やっぱりなかなか、思い通りにいかないこともあるかもしれないなっていうのは、ちょっと、何ですかね。ちょっと感想としてはお伝えしておきたいなと思いますけれども、実際のプラクティスというか、運用として、そういう形で、行われている方も、他にもたくさんいらっしゃると思いますので、そういったケースもあって、あるということはお伝えしておきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。EC サイトのトップページに順位がつかない件に関するご質問をいただいております。EC サイトですが、今月から突然トップページに順位がつかなくなりました。インデックス登録はされていますが、サイト名で検索してもトップページが表示されず、仮想のカテゴリーページが表示されます。サーチコンソールで見ると、やはり順位がついていません。同じ現象が起きているのは、今はトップページだけです。ロボット.テキスト、ノーインデックス、手動ペナルティ、ハッキング、クローキング、正規化の誤り、削除リクエストなどをすべてチェックしましたが、どれもおかしな状況はありませんでした。サイト名で検索したときに、サイトトップページが表示されるのは、ユーザーも求めることだと思います。どうしたらサイトトップが検索結果に出るようになりますか？なぜこのような状況になったのでしょうか、とのことです。こちらいかがでしょうか。はい、そうですね。こちらに関しましてはですね、ちょっとそうですね、状況は確認できましたと。ただ僕が見ている中の、何度かチェックした中で、実際に表示されている時もあったりですね、完全にないかっていうとそうでもないのかなと思いました。で、その上で言えることがあるとするとですね、そうですね。今回は URL はいただいておりまして、ちょっとショートアンサーみたいなのが難しいので、ちょっと普通にお話しますけれども、おそらくと申しますか、インデックスはされていますと。インデックスはされておりまして、ただやっぱりランキングのところで、
まあ、表示がされにくくなっているのかなと思います。で、まあ、じゃあ実際そこに対して何かできることがあるかっていうと、正直特にはないかなと思います。何か技術的に問題が発生しているわけでもないですし、何かスパムなどの問題があるわけでもやっぱないのかなと思います。ただ、まあそうですね、あと一つ言えることがあるとすると、じゃあトップページに何か特別なすごく固有な情報があるのかっていうと、意外と他のページと同じ共通部分が多くてですね、なんかこのトップページに必ずしも見せなければいけない理由っていうのはそんなにはちょっと感じられなかったなと思いますので、まあ、まあ、それが実際表示されなくなった理由と関係しているかというのはちょっとわからないですけれども、あんまりこう、実際全体的なパフォーマンスなどに影響がないのでしたら、そんなに気にされなくても良いのではないかなと思いますし、もしそれによって、何か売上ですとか、まあ、トラフィックですとか、何か落ちてるんでしたら、またちょっとそこをもう少し細かく分析されると良いのではないかなと思います。っていうのがちょっとコメントですかね。はい。はい。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。サーチコンソールで身に覚えのない URL が検出される件に関するご質問をいただいております。サーチコンソールで身に覚えのない URL が検出されます。スクリーミングフロッグのオールアンカーテキストでも404は検出されません。これらの原因として考えられるのは、同一サーバー内に知らないドメインからの相対パスが存在し、そこから検出されているといったものです。外部からのリンクがサーチコンソールで検出されるなんてことはないと思うので、考えられるのはルートドメインからのリンクはない、サブディレクトリで、構築されているページからのリンクです。原因が見つけ、られるようであれば教えてもらえると助かりますとのことです。こちらいかがでしょうか。はい、そうですね。こちらに関しましては、まあ、URL をいただいておりまして、まあ、いろいろ確認はしたんですけれども、確かにこの、まあ、謎の URL から、からと申しますかが、検出されています。しかも大量に検出されていますと。で、まあ、ですね、まあ、原因などはちょっとよくわからないのですが、まあ、一つ言えることとしては、実際に存在、ですね、多分ページはなかったんですけれど、ではないかなと思うんですけど、そのリンクがサイト内の存在しているページの中に存在したのではないかなと思います。で、これも想像でしかないんですけれども、おそらく既存のページのどこかに何かリンクの貼り間違いみたいなことがあって、で、そこの中に、まあ、Google がクロールして、で、そのページを認識して、で、そのページを見に行った結果、9で404が入ってるみたいな感じのことがずっと続いて、まあ続いてるというか、まあそういったことがあったページを Google はずっと認識していて、時々今見に行ってるのかなっていう気はします。なので、まあ原因が見つけられるようであればという話なので、まあ原因は今お伝えした通りではあるんですが、おそらく URL 検査ツールなどで、すべてのものに出てくるかわからないですけれども、その、身に覚えのない URL をいくつか URL 検査していただくと参照元が出てくると思いますので、そこのページに、その、リンクが存在してたのであろうと思われますので、まあそういうページが何かなかったかどうかですとか、そういったものをまあ調べられるのでしたら、調べるというのではないかなと思います。ただ、そうですね、僕が調べた範囲では最近とかではなくて結構、何年か前とかに存在していたような感じがしますので、まあそういった、ところを、まあ何ですかね、まあ調べるといいかなと思いますけれども、特にまあ大きな悪影響がないんでしたら、特に気にしなくてもよいかなという気もしております。って感じですかね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてのご質問に移りましょう。ページのインデックス登録レポートの更新に関するご質問をいただいております。サーチコンソールのページのインデックス登録レポートが9月の24日を最終更新日としてストップしています。クロールの統計情報は更新されているようなので、クロール自体はされているようなのですが、インデックスされていないのか とても不安です。また9月の25日分より、ウェブに関する主な指標の量
良好 URL がモバイル、PC ともに急落を始めました。9月24日で、ストップしているレポートではありますが、インデックス登録数は882。それに対して10月2日更新のウェブに関する主な指標の良好 URL はモバイル、PC ともに460程度。以前はウェブに関する主な指標の良好 URL と改善が必要な URL が表示されていたのですが、現在は良好 URL のみ460ページ程度で改善が1、不良が0の状態です。このようなこともあり、インデックスに問題が出ているのか心配しているものの、レポートが更新されていないため、問題が出ているのかどうかさえも把握できません。ツイッターでは同様に9月24日から更新がストップしている他の方のツイートを2件ほど確認したのですが、自分のサイトで何が起こっているのかわからず、とても心配しております。アドバイスを頂戴したいです、とのことです。こちらいかがでしょうか？はい、そうですね。こちらに関しましても、URL はいただいておりまして、状況を確認しましたと。で、結論としては、もうすでに僕が見た時点でレポートがもう更新されていたので、あまりすいません、細かいデータは確認していないんですけれども、もう最初の状況ではなかったなと思いますので、そうですね。なので、大きな問題というのは解決、問題と申しますか、ご質問のきっかけとなった問題は解決しているのかなと思っております。ただ、そうですね。で、もし次にこういうことがあった場合にどうするというのかという意味では、おそらくサーチコンソール側に何か問題があったのではないかなという気もしますので、サーチコンソールの、フィードバックを送信という機能から、スクリーンショットなどをつけて、送っていただくと良いかなと思います。ですので、このインデックスカバレッジレポート、インデックス登録のところのページの、この、今日はもう、例えば10月何日だけれども、9月24日から、データが止まっている。これは何てでしょうみたいな感じで、ちょっと送っていただくと、例えば、サーチコンソールのチームがその現象を把握していなかった場合に、そうした事実を知って、調査をするかのきっかけにもなるかもしれませんので、ぜひ、そういった形で送っていただくといいかなと思います。スクリーンショットをつけるということと、必ずテキストで状況を説明してください。日本語でも、英語がベストなんですけれども、日本語でも大丈夫ですと。で、はい、はい、なんかよっぽど何かあれば、あすくたけやきって書いてもらえれば、僕に質問が来るんじゃないかなと思いますけれども、今のところ実際来たことはないですが、本当に書いていただいても大丈夫だと僕は思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。視認性の高い動画は検出されませんでしたに関するご質問をいただいております。サーチコンソールで一部のページが視認性の高い動画は検出されませんでしたの判定となっており、動画インデックスさせる方法がないか検証を進めております。動画の構造化マークアップが有効ではないかと考え試したのですが、構造化マークアップ追加後も動画インデックスされない状態が続いております。以下が検証の詳細ですということで、事前にね、具体的なサイトの URL はいただいてたんですけど、2つの事象が見られて、例えば動画が検出されていなかったページが構造化マークアップ追加後にすぐに動画がインデックスされたケースであったりとか、その他にもですね、動画は検出されており、視認性の高い動画は検出されませんでしたというような判定だったページが、構造化マークアップ追加後に動画インデックスされない状態が継続していたケースだったりとか、まちまちであったというような背景いただいております。で、具体的な質問としては、この下の2点で、1点目、視認性の高い動画は検出されませんでしたとは、どのような条件で判断されるのですかという点と、2点目、構造化マークアップ以外に取れる対策はありますかということの2点になっております。
こちら、動画のインデックスに関するところなので、私の方から回答させていただきます。まずご質問ありがとうございました。そして、まず1点目ですね。やっぱり動画のインデックスだったりとか、バイトフェッチされるためには、ページでの動画の視認性を高くする必要がありますと。なんで、つまり動画が他の要素に隠れたり、プレイヤーが、動画を表示するのに複雑な操作が必要になったりしないようにしてくださいという点気をつけていただきたいです。そしてですね、ちょっと質問に直接回答することはできないのですが、という意味で、具体的な条件に関して、数字に関しては、現在公開しておりません。回答になってなくてすいません。はい。そしてですね、2点目、構造化マークアップ以外に取れる対策はありますかということなんですけども、こちら背景としては、Google は、構造化データ、今回実装されているビデオオブジェクトの構造化データだったりとか、各種 HTML タグ、そして動画のサイトマップを使用して、動画についての情報ですね、を取得しております。それは例えばサムネイルだったりとか、タイトル、説明だったり、ディスクリプションだったりとか、動画の URL だったりとか、そういった情報をそれらのインプリメンテーションから取得しております。なんでこのあたり、動画のマークアップ、実際にもう実装されているので、特に問題ないかなとは思うんですけども、気になるようでしたら追加で、確認してみても良いかなと思いました。で、全体に関してですけども、念のため、動画検索のプロダクトチームにも、こういった事象がありましたということは報告しておりますので、ご質問、フィードバックありがとうございました。はい。よかったですかね。はい。では、続いてのご質問に移りましょう。スマートフォン、サープ上のパンクズリストに関するご質問をいただいております。PC 版と比較して、スマートフォン版のサープ上パンクズでは、ブレッドクラムリストの構造化データを与えているにもかかわらず、URL をそのまま分割して表示しているページが明らかに多く感じます。でそこで、2点質問があります。1点目、スマートフォン版サープ上パンクズは何を参照して、生成されているのでしょうか。もしくは URL を階層として解釈し、表示しているサイトと、それ以外を表示しているサイトの違いはどこにあるのでしょうか。こちら1点目。そして2点目。仮にスマートフォン版サープ上にブレッドクラムリスト構造化データが与えた情報が反映されていない場合、この構造化データが正しく読めていないということでしょうか？というような2点のご質問をいただいておりますが、こちらいかがでしょうか？はい。そうですね。こちらに関しましては、そうですね。この、構造化データを絶対的にやっぱり指示ではなくて、やっぱ構造化データ、Google はあくまでも参考にはしているんですけれども、様々なデータソースを、参考にしながら、やっぱりユーザーにとって良いというものを選んでおりますということにつきますかね。ですので、1に関しましてはそういうものですと。ですので、違いがどこにあるのかっていうのは、違いがどこにあるかっていうよりも、Google は、どちらがいいかなと思ったときこっちを選んでるっていうことで、そこの違いがどうあるかっていうのは、ケースバイケースかなと思いますと。で、2に関しては、そうですね、反映されていない場合に、読み込めてないからかって言われると、そういうわけでもなく、そういうケースもひょっとしてあるかもしれないですけれども、その場合、サーチコンソールにアラートなどが出ると思いますので、そこでもきちんと処理されている場合には、やっぱり単純に Google がそれを選ばなかったということだと思います。現時点で言えるのはそのぐらいかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。では残り4問ほどなので、はい、いいペースかなと思いますので、このまま続けていきますね。はい。では続いてのご質問、ジョブポスティング構造化データのデータポスティットに関するご質問をいただいております。雇用主が求人情報を投稿した最初の日付は必須項目となっています。例えば、ある求人を2022年9月30日に掲載開始したら、データポスティット、そしてその日付になりますが、その求人が1回募集を終了し、ページを閉じたとします。
で、1ヶ月後の2022年10月30日に同じ URL で同じ求人を再度募集するとなった場合は、まあ、データポスティとその1ヶ月後の日付になることに問題はないでしょうか。同じ URL で同じ内容の求人ですが、一度は募集を終了した求人ですので、まあ、再募集の際には実質的には新規求人の扱いになるためです。この場合、同じ URL で内容も変わっていないページに対して、掲載日、更新日だけが変化することが問題になるのではと懸念しておりますとのことです。こちらいかがでしょうか。はい、そうですね。こちらに関しましては、まあ、ポリシー上に特になんか問題はないかなと思います。まあ、他にちょっと、そうですね、どの辺で懸念されているのかっていうのは、あれなんですけれども、まあ、実際に、何ですかね、何も更新していないのに掲載日だけ、何ですかね、そのデータだけいじるみたいなのと違って、実際に、再度募集も始めているので、そこを更新することが何が悪いのかっていうところだと思うんですけど、やっぱり全然悪くないと思いますので、そうですね。ですので、すいません、特に問題ないと思います。はい。はい。笑ってる。ありがとうございました。なんか長く喋ろうと思ったんですけど、他に言えることがなかったという感じで。はい。ショートアンサーですね。はい。ショートアンサーでよかったなと思いました。では、続いてのご質問に移りましょう。サイトマップ XML で使用するラストモディファイに関する記述に関してご質問いただいております。まあ、前提として、ラストモディファイには、そのページの正確な更新日時を指定する必要があり、虚偽の日付、日時は指定してはいけない認識ですが、まあ、その上で2点質問ですと。1点目、例えばページ内のテキストを1文字でも変更した場合でも、ラストモディファイをその変更日時にする、指定する必要があるのでしょうか。または、指定しても問題がないでしょうか。ただ、ページ内の誤字脱字を直しただけでも、ラストモディファイが更新される仕様では、まあ、むしろ虚偽と判断されてしまうのでしょうか。そして2点目、そのページ独自のコンテンツではなく、ページ共通で、存在するヘッダー部分やフッダー部分が変更された場合でも、そのページの更新最終更新日として、ラストモディファイに指定する必要があるのでしょうか。または、指定しても問題がないでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか。はい、そうですね。こちらに関しましては、まあ、1点目に関しましては、まあ、そうですね。1文字でも変更した場合に、指定する必要があるのか、また指定しても問題ないのでしょうかっていうことに関しては、まあ、指定する必要は特にないかなと思いますし、やっぱりサイトマップは別に絶対送らなくてはいけないっていうあれでもないので、なんかそういう意味では、指定しても問題がないのかと言われれば指定しても問題ないと思いますっていうのが、まあ、回答としては近いかなと思います。で、あとちょっとまあ、最近、前回もちょっとこういうご質問いただいたかなと思うんですけど、先ほどのご質問でもそうですけど、結構この更新日時を気にされる方って結構いらっしゃる感じがするんですが、あんまり僕ここのスパム的な話で気になることはないんですけれども、ちょっと逆に皆さんがここまで最近気にするようになってきた背景みたいなのがちょっとあったら、どなたか DM かなんか教えてください。金谷さん、この記事見落としてますよみたいなのがあるかもしれないので、ただあんまりここで何かすごいスパム的なことができるかっていうとそうは思わないかなって、サイトマップ何度か送ることと何も変わらないような気がするので、はい。でですね、2点目に関しましては、ここは多分前回というもしかおそらく前々回ぐらいに回答した感じに近いかなと思うんですけど、ヘッダー部分だ、フッター部分が変わった場合に送る必要があるかっていうと送る必要はないかなと思いますし、ただ指定しても問題がないかと聞かれれば問題はないかなと思いますので、ただまあ、ざっくりと言うと、やっぱりね、コンテンツの中身に関連するような部分が変わったような場合には、やっぱり送ると良いかなと思いますし、あとやっぱりサイトの構造みたいなものが変わって、内部リンクの構造ですとか、そういったものをきちんと適切に反映させたいみたいなことがありましたら、送りいただくというんじゃないかなと思います。ですので、ヘッダー部分、フッター部分も、まあ、リンクの構造とかに影響する場合があることもあると思うので、別に送ってもいいかなと思います。ですけど、送んなきゃいけないかと言われると送らなくていいかなみたいな、はい、っていう感じです。はい、ありがとうございます。
では、続いてのご質問に移りましょう。メタリフレッシュタグでスパムと誤認する可能性に関するご質問をいただいております。こちら前提と質問部分を分けて、書いていただいているので、まあ、その通りに読んでいこうかなと思います。まず前提として3点、商品価格が為替の影響により、数時間から数日程度で変動する EC サイトであること。そして、商品ページを開きっぱなしの状態で購入検討する顧客が一定数存在すること。そして3点目、商品閲覧時と注文時で価格が異なる場合が発生することですね。で、その上記の問題を解決するにあたり、まあ、下記のようにですね、まあ、隣かな、メタリフレッシュタグを利用して数時間おきにブラウザを自動リロードしたいと考えています。しかし、メタリフレッシュタグが過去にスパム利用されていたことから、サイト内の多くのページで利用すると、Google にスパムを疑われる旨を複数のサイトで見かけました。リダイレクトは行わないため問題はないとは思いますが、万が一のリスクが大きすぎるため、踏み出せずにいます。商品ページは2000ページ程度ありますが、メタリフレッシュタグの利用でスパムと誤解される可能性がないかどうかを知りたいですとのことです。こちらいかがでしょうか？はい、そうですね。こちらに関しましてはですね、まあ、メタリフレッシュを使ったスパム手法というのは何て言うんですかね、比較的古典的な手法みたいな形でよく知られているのかなと思うんですけれども、その一方でやっぱりメタリフレッシュという機能自体は全く正当な機能でありますので、そのスパム目的ではなく普通に通常のというか目的として使う場合っていうのはすごくあると思いますので、それが全然問題になるかっていうと全然問題にならないかなと思います。ですので、これだけ喋った後に言うのもなんですけど、ショートアンサーとしては問題はありませんと。で、そうですね。で、あとはやっぱりちょっとこのメタリフレッシュを使ってることでスパム認定されてしまうんではないかっていうことの懸念みたいなのがあるみたいなんですけど、本当にこれを使ってるだけで、このサイトはちょっと怪しいサイトなんじゃないかみたいな、そんな単純な感じでスパム対策を行ってはいないので、なんかそこは全然本当に心配する必要はないかなと思います。ただもしこのメタリフレッシュと何かリダイレクトみたいなものを変な風に組み合わせるとちょっと良くないかなと思うんですけど、ただその一方でメタリフレッシュを使って実際にサイト移転した場合に リダイレクトするみたいなこともやっぱり正当な目的で行われる場合も全然ありますので、そのリダイレクトがやっぱりスパム目的かどうかみたいなところ、本当にスパム意図みたいなのがないのでしたら、全然心配する必要ないので大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では本日最後の質問に移ります。露骨な表現のコンテンツを含むページの扱いに関してご質問いただいております。露骨な表現のコンテンツを含むページはメタタグで申告した方が良いのでしょうかとのことですが、こちらいかがでしょうか？はい、そうです。ですかね、ショートアンサーとしては。はい、ぜひよろしくお願いします。やっぱりセーフサーチなどで表示されなくなって、例えばそれがセーフサーチの対象となっている子どもたちなどに目に触れないようにするといったことを触れることを避けるということで、まあ、気にしていただいているというのはすごく良いかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日のご質問はここまでということで、次回の Google ポリシーオフィスアワーは2022年11月24日を予定しております。はい、はい、前回のね、オフィスアワーの最後でも、そろそろ10周年という話がありましたが。あ、そうですね。もうなんか、引き続きですね。まあ、前回のオフィスアワーでも募集したんですけど、10周年でこういうことやってほしいみたいなことがありましたら、ぜひちょっと、アイデアをいただければと思います。正直今のところ全然、アイデアとしては浮かんでいないので、まあ、ぜひ、僕の DM にお送りいただいてもいいですし、何か、オフィスアワーの質問のところにお送り、コメントとして書いていただいてもいいですし、まあ、何らかの形でちょっとお送りいただければ検討はしたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、では、そういったところでしょうか。はい。あと、ちなみに、この週は、多分ゲイリーが日本に来てるので、まあ、いろいろツイッター上とかでも、ゲイリーがツイッター今は最近やってないんでわかんないですけど、まあ、僕らの、ご飯食べに行ってる様子とか見かける方もいるかもしれないですが、まあ、何かちょっとゲイリーとかと、交えて企画とかやってもいいかもしれないですし、まあ、なんかいろいろアイデアがありましたらお待ちしておりますと。はい、よろしくお願いします。
はい、ではですね、はい、本日はここまでということで、次回の Google ポリシーオフィスアワーは2022年11月24日を予定しておりますので、ぜひまた皆さん見てくださいね。はい、見てください。ありがとうございました。